い、皆さんどうも、OK です。やってきましたよ、白北。半年以上来てなかったかな、うん、めちゃめちゃ難しいフィールド。バス少ないくせに人多いっていうね。今8時、今日はね、ベイトとスピニング1本ずつ持ってきたんですけど、ベイトの方がね、今しがた不良の事故により使えないので、スピニング1本でやっていきたいなと思います。うん、シャット巻いていこう。とりあえずね、人が多すぎる。めちゃめちゃ重い。ちょっとシャットでやっていくわ。もろに風が当たる池の角ですね。チビでいいね、ほんまにチビでいいんですけど、おるかどうかやな。よしよし、すごいぜ、ここやな。うわ、綺麗やな。白北ランドにバスがいないんじゃないかって言われてますからね。この辺ね、ウロルタが沖まで入ってていてもいいんですけどね。横に人が入ってるから多分もうここ撃たれてるやろね、普通に。ちょっとまあ手当たり次第にやっていこうか。今日ね、お昼からとんかつ食べに行くんで、美味しいとんかつ屋さんがあるんですよ、北新地に。で、北新地って高いイメージあると思うんですけど、ランチならね、全然マシなんで、美味しいとんかつを食べに行こうって、リーコさんとね。なので、そんなに時間はないよね。どう行こうかな。こっち行けるのかな。行けるっぽいな。釣りたいよね、シャットで。晩秋の超難関フィールドはシャット負けみたいなタイトルにしたいよね。はい、ちょっと移動してきてね、本流がやってます。白北を知らない人はね、本流とかワンダとか何言ったんだっていう感じだと思うんで、ちょっと言っとくとね、白北ワンダっていう名前のつくこのフィールドはワンダというか野池なんですよ。こういう、ね、四角い田んぼみたいな野池がポン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 って14個並んでるんですよね。14個だったら、うん、14個ポパーンと横に並んでる。で、各ワンダ繋がってたり繋がってなかったりする。で、そのワンダが並ぶこっちが内側なんですよね。で、その奥が本流側になってて、こういう風に本流側に出られるんですよ。で、各ワンダは本流と繋がってたり、まあ、繋がってなかったりというような感じなんですね。そうそうだな、ここ。道におるで。これ。プリプリや。すごいな、これ。めっちゃ近いけど、距離。全然警戒してない。やるぞ。なんで今ではない、なんで。どういう状況？逆にここに持ってきたのがすごいわ。はい、それじゃあね、時間なんで、とんかつタイム行くか。はい、結局ね、とんかつ屋さんまさかの定休日だったっていうことで閉まってまして、まあ久しぶりになんか餃子でも食べようかということで大阪王将行ってきましたよ。でよ、これ見て、これちょっと見えてるでしょ、
あのね、コンビニで衝撃のものを見つけまして、ちょっとこれは動画にしたいなと思って、全然動画の趣旨と変わっちゃうんですけど、これちょっと見て、みんな、これコンビニで買ってきたよ。これやばない？これやばない？滋賀の味、船寿司味ですよ。マジで、僕ね、当然ね、滋賀県でずっと育ってきたんで、船寿司は当然食ってるわけですよ。僕はまあ普通に食えますけど、食べ慣れてる人でも、うわ、これ癖あるから嫌いな人は超嫌いやろうなっていう味なんですよね。船寿司っていうのはこういうやつなんですけど、まあどんなものかっていうとね、野池でよく引っかかってくるあの船いますよね。主にニゴロブナっていう船かな、を多分メインに使用するんですけど、米と、で多分塩かな、でそれを一緒にこう入れて漬け込んで寝かして発酵させるっていうね、酸味となんか塩辛さが相まって、かなり癖の強い食べ物なんですよね。郷土料理っていうかね、好きな人はもうとんでもないぐらいハマるんですけど、嫌いな人はねとんでもないぐらい嫌いっていう。多分ね、滋賀県の人でも嫌いな人いると思う、若い女性とかね。でもさ、見て、船寿司好きにもちょっと苦手派にも食べていただきたい美味しさと。これは海の子かな、多分海の子よね。滋賀県の小学校ではね、海の子に必ず乗るっていうね、研修があるんですよ。小学5年ぐらいの時に僕も行きましたよ。で早速ね、問題のブーツを食べてみたいなと思います。ちょっと開けるわ。船寿司っていうのはね、匂いもかなり強烈で、その匂いはどうなってるのかっていうのをちょっと見ていこう。よいしょ。お、匂いはね、まあ普通にうまそうな匂いするぞ。食べてみましょう。まあ普通よね。なんかちょっとやけに塩気があるけど、食べてみよう。うん、あのね、普通に美味しい。あの、うわ、これひどいわっていうリアクションしようかなと思ったんですけど、あれ、食べれちゃう。食べて、まあ一噛み目か二噛み目ぐらいに、あの船寿司の独特のあの味、あれの20倍ぐらい薄めた味が一瞬しますね。あとはね、なんかちょっとビネガー味のポテチとかに似てるかな。全然まずくない。滋賀好きの皆さん、いや、バスアングラーの皆さん、聖地琵琶湖がパッケージに乗っちゃったっていうこの船寿司味、ぜひ食べてみてほしいですね。あの、もうなんか滋賀県の有名なもんぶっ込みましたみたいな感じになってるけど、これさ船寿司味っていう、この船寿司味っていうのが出てないと船寿司とは分からん。なのでね、苦手な人もね、絶対食べれる。はい、ちょっとね、リーコさんにも食べてもらう。はい、美味しくない？あ、美味しい。美味しいやろ。うん、美味しい美味しい。女性でも食べれる。うん、なんかさ、ちょっとさ、ビネガーみたいな味せんへん？うん、さっぱりビネガー。うん、そうさっぱりした味がして美味しいよ。美味しい。なんでや、なんで釣れへんねや。3時間も投げてよ、ノーバイトって。なんで釣れへんねん。おかしいや、誰も釣ってなかったやんか、あそこ。なんで釣れへんねん、おい。おかしいやろ、おい。魚見たかったやろ、みんな、おい。白北の魚見たかったやろ。俺が下手なだけなんか、おい。なんでなんや、おい。うるさい。はい。